桜田オリンピック担当大臣、がっかり発言を撤回。先日、競泳女子の池江璃花子選手が白血病であると公表したことに対し、桜田オリンピック・パラリンピック担当大臣が次のような発言をいたしました。金メダル候補で、日本が本当に期待している選手なので、がっかりしている。早く治療に専念して、頑張ってもらいたい。また、元気な姿を見たい。 一人リードする選手がいるとみんな釣られて全体が盛り上がるのでその盛り上がりは若干下火にならないか心配しているとこのように池江選手に対して相当期待していたとさらに治療に専念して元気な姿を見たいと発言をされているんですがこちらこの発言の一部のみが切り取られ暴言であると現在 批判が殺到しております。これに対し、本日国会で桜田大臣は、先日の私の発言につきましては、配慮を欠いたと思い、お詫びをし、撤回させていただきたいと、発言に対して謝罪して撤回をいたしました。この池江選手が公表した白血病は、昔は不治の病であると言われていたんですが、 現在は医学が進歩したおかげで、正しい治療を受ければ、治せる。日常生活を送れるようになるですね、病気であります。それも今回は早期発見ができたということになっておりますので、池江選手には治療を頑張っていただき、また、 上映で活躍する姿を見せていただくようお願いいたします。以上になります。ご清聴いただきありがとうございました。